9後半って言ってたんですけれども、先ほどの位置ですと10とか11、まあ、遅いウェイトでもよかったんですが、ハウスの端の方に行ったので少しウェイトを上げて、さっきよりも早く投げるっていう指示ですね。鈴木にクリーンの声、ちょっと曲げたいということです。曲げたいですね、はい、プッシュ左側の方に曲がって右に来ました、はい、いいですね、ナイスショット。これで残り一投ということに。あー、またついてたけどね、トラブルですね。両方ついた。充電な気がする。変えたばっかりだから。バイガテスでこのジェリーマジオゲリゴースライナまたライトのトラブルが。そうですね、あのまずハウスに入って石を掃除するときに、あのライトが緑のライトつくんですよね、投げる前に。でホフラインで、例えばホフラインの前で離すとそのままライトが緑のライトなんですけれども、まあ、ホフラインオーバーしたら赤なんですが、それが今両方とも光ってるっていう状況で、で韓国のチームがもしかしたら赤かもしれないから、赤だとアウトですよね、その石は。なのでこれはどうしようっていう、なるほど、はい、両方のランプがいっぺんに点灯してしまったと。ちょっとこのストーンのランプをめぐるトラブルというのが今大会多いですね。そうですね、まあ、他のチームのシートでもありましたし、日本チームではこう今日はもう今日これと昨日でもありましたから、ちょっと多いですね。そのシーンです。ちょっとこの映像ではその細かなライトの点灯というところまでは分かりませんけれども、とってもホグラインの前では話していると思うんですけれども、ね、韓国チームの子が私はレッドを見たと今言っていて、でも日本としてはブルーもレッドも両方ついていたと、で競技をされているところですね。あの太いホグラインまでに手を離さなければ、まあ、ホグラインオーバーという反則になってその赤いランプが点灯するんですけども、レッドラン、グリーンランプわったがった肌がちょっと大手でレッドラインです。どんな解決策が石崎さん考えられるかということですね。あの今あのパイアの方があのビデオ判定はないからっていうことを言っていて、まあ、どういうふうに解決するのかちょっとお互いの意見が食い違っているので、はい、
難しいとは思うんですよね。もうそして投げ切ってしまってますから、はい、まあ、その赤光ったという時点でもう止めてしまえばよかったんですけれども、まあ、カーリングの場合には何点入ったかというようなところも両チームの間でこう確認をして合意をしながらまあゲームを進めていくんですけれども、両チームの意見がこのように食い違ってしまった場合に、あら、まあ、これがどのような解決策があるのか、かなり長い中断になりました。現在ゲームは1対1の同点で第3エンドまで進んでいます。どこ？Where are the turrets? After the crime, Tom Nathan. Because it was green at the hog line, are they okay with that? That hog line, this hog. So it was a good stone, but the handle malfunctioned after the hog line. もう一度映像ですが。まもなくホグライン、この太いラインの手前でこの映像では話しているように見えます。여기서결정을해줘야되는거야 What is the plan here? How are we going to go about this? 근데니네들은빨간색이나왔다는거야 Yeah, it's a different story. It's a different story. It's a different story. It's a different story. 石崎さんは自身の経験、体験の中ではこうした問題でこのような中断が長くあるということはおありになりましたか？ここまで長いのはないですね。ローバッテリーだったっていう解決策で終わるっていうことはありましたけど、ここまで、まあ、こうお互いの意見が割れるっていうことはあまり ないと思います、うん、画面の右側ではロシアとスウェーデンのゲームをご紹介していますが、今スウェーデンが2対0とリードしていますけれども、これ第3エンドのラストストーンはロシアです。赤ロシアがこれでワンツースリーと作りました。3点取ってロシアが第3エンド逆転に成功しています。ロシアとスウェーデン、こちらもヨーロッパを代表する強豪同士の対戦になっています。レドルは一旦ねえ、オピラーが맞는거고。Hit the hog line, green and red together, flashing. When it came to the stop, it was full red. And when they came down and looked at it, it was red. But the whole way down, it was green and red. Yeah, open만 하고 여기 결정을 맡겨. 우리는 빼기를 원한다. 나도 그렇게 얘기했으니까. Green or red. Both red.Green and red just means a low battery. That's exactly what we're saying. So what we're saying is green or red, and then here it turned red. So.ジェリー・ディンナスさんが話してたのは、まあ、日本チームとしては石を離した時に、緑のランプと赤のストーンがお互いが、まあ、一緒に光った。でも韓国としては離した時にもう赤が光ってたっていう抗議だったんですね。でもおそらくローバッテリーだということで、解決したんだと思います。互いにこれで合意ができたということになりますかね、はい、韓国チームが OK って言ってたんです、はいはい。さあ、この長い中断が緑と赤がまあ同時についていたということはローバッテリーであるということに最終的に合意がなされまして、ゲーム再開ということになりました。およそ8分間の中断になっています。はい、いいですね、ナイスショット。自分たちの石も出ていってブランクエンド、この第3エンドは0対0です。ですから先攻後攻変わらずに、引き続き第4エンドも日本は有利な後攻です。
いや、かなりその主張を伝えるのだけでも精神的に石崎さん疲れた部分はあったのかも思いますけれども、どうでしょうかね。そうですね、いやもうちょっと疲れ、そうですね、これだけ長い時間空くとですね、リズムもなやはり狂いやすいので、はい、またちゃんと気持ちをしっかりと切り替えてやってほしいと思いますね。今そのC と A のストーンを見ているんですけれども、あ、今映像が出てきましたね。あ、今赤のランプが点灯していて、これが赤の2番の石です。それぞれの石にはナンバリングをされていて、まあ、誰がどの石を投げるのかということはそれぞれのチームがあらかじめ決めておくものなんですけれども、まあ、あの石を投げる前に立てたところで緑のランプが点灯し、そしてその石をデリバリー投げていくときに、あのホグラインを越えて投げてしまう、そこまで手を離さないと赤いランプがつきます。まあ、ホグラインオーバーという、まあ、反則になってしまうわけですけれども、そうですね、両方光ってますね。光ってますもんね。やっぱりちょっとおかしいんだと思いますね。こうした場合にはどうなんですか、そのハンドルの部分を交換してしまうだとか、そういうことはあるんですか。そうですね、それもありえますね。まあそれかその2番を投げるときだけ目視にするのか、まあちょっとそこはアンパイアが決めるので、スキップの藤沢が投げていた赤の2番の石です。ゲームはこれから中盤に入っていきます。第4エンド。あと藤沢がまたバッテンマークを出して、今吉田夕梨花の1投目を待っているところなんですが、そうだね、先ほどのもしかしたら2番ですか、それを吉田さんが投げるのかもしれないですね。あ、なるほど、それぞれの投げる石を、まあ、変えて、まああまりにもちょっと良くない、まあ、良くないというか 石的には問題ないかもしれないですけど、そういうライターの問題のものをスキップに使わすのかどうかっていうところもありますので、はい、もしかしたら変えたのか、それとも新たにまたローバッテリーが出たのか。ちょっとあまりにも、あ、また目視ですね、ホグラインのところに競技役員が行きます。やはり2番ですね。あ、そうですね、変えましたね。ちょっとこれがあの集中力をそがれるようなことにならなければいいんですが、吉田夕梨花の1投目です。いいよ、はい、前はいいよ、クリーンチャークリーンでいいよ、2、エクステージあるからね、トーナメント明けです。ショットの成功率が画面には表示をされます。何番投げてる？今何番投げているということで、投げているそのナンバリングされている石のことを今気にしていましたけれども、まあ、それぞれの石にはですね、あのそれぞれの石が持っている癖や、まあ、癖みたいなものがあって、それを確認して誰が何を投げるのかということを決めていますので、これがゲーム中に変わるというのは石崎さんどうなんですか？そうですね、まああの癖を知っていれば、もしくは癖のないストーンもありますので、まあ、その癖を知っていれば、まあ、有効に、逆に有効に使える場面もありますから、まあ、さほど気にはしっかりとペアでマッチングされていればさほど気にはならないと思いますね。そうですか。